富カイラとは、京都府に存在した自動車メーカーの富田夢工場が製造、販売を行っていたチューニングカーのブランド名である。現在では、オリジナルカー製造を GLM 株式会社が、コンプリートチューニングカーの開発、製造、販売を GTS 株式会社が、それぞれブランドを継承し事業展開を行っている。ブランド名は、 富田夢工場創業者の富田義和社長と、ケラキ久扇副社長の名字を組み合わせたもので、1987年から製造販売が開始された公認チューニングカーで使用された。なお富田夢工場は、1967年に輸入車販売業者富田王と紹介として創業。1986年に同社名へ変更したが、2003年に倒産。 2002年に分社化した富田夢販売及びオートバックスセブンが継承し、タミキラのブランド名で事業を展開。2009年に愛知県豊田市に本社を置く株式会社 ER コーポレーションがトミーカイラブ用品事業を継承。タミキラジャパンのブランド名で事業展開したが、2014年2月にブランド名をローエンに統合したため同社のブランドとしての トミーカイラは終了した。一方で2010年には、京都市左京区に本社を置く、グリーンロードモータースカブ式会社が、同ブランドの一部である、オリジナルカー製造を継承し、トミーカイラダブルゼータを電気自動車化した試作車を発表。2013年には、新デザインで発表。2014年6月17日付で、 道路運送車両法法案基準に適合していることを国土交通省近畿輸入局で確認され審査結果通知書を交付された。これにより大手自動車メーカー以外で量産を前提とした電気自動車の認証を初めて取得。同年7月から99台限定生産としたトミカイラダブルゼータ電気自動車の販売、納車を開始した。 2016年に京都市伏見区に拠点を置く GTS 株式会社が残されたブランドの一部でありトミーカイラブランドのメイン事業であるコンプリートチューニングカーの開発、製造、販売を創業者の富田義和より継承した安全マージンを残しつつもベース車両が持つ本来のパフォーマンスをストリートで最大限に引き出すことを前提にチューニングを施行するのが トミーカイラの基本コンセプトである。内外装並びにデザインのソフト面をトミタ、エンジン並びにサスペンションなどのハード面をケラが担当した。なおトミーカイラには尻尾による亀型エンブレムのほか標準もしくはオプションでトミーカイラのロゴステッカーが装着された。 オリジナルカートミーカイラ WZ トミーカイラ M25 トミーカイラ 25R トミーカイラ 25R コンプリートカー内はベース車両。ありがとうございます。